2019フォーミュラードリフトジャパンラウンド5、はい、最終戦岡山国際サーキットよりお届けしております。解説はレーシングドライバー折戸学さん、はい、谷口信則さんです。よろしくお願いいたします。ベスト4が出揃いました、はい、アンドリュー・グレー選手、はい、対戦相手にはこれで箕輪慎二選手が決まっています。そして逆側の山ですが、チャンプ山下浩一選手、対戦相手は松川和也選手ということになりました。まだ行方が分かりませんね。まだはシリーズチャンピオンの行方は分かりません。で残念なんですが箕輪選手勝ち上がったんですけども、アンドリュー・グレー選手がこれでベスト4に上がっているので得点が349ポイントになっています。箕輪選手この後優勝しても、ポイントは343までしか上がれない、ポイント伸びないので、ここで箕輪選手のシリーズチャンピオンは消えてしまったということになりますね。あと残されているのは、それはね、しょうがないですよね。しょうがないですね。ここまでの戦いの結果ですからね、はい、残されているのは本当にこの、アンディとチャンプといったところになります。いやこれは、はい、でもこれはこれで面白いですね、はい、それもそれぞれが逆の山から上がってきているので、はい、最後の最後に、いやまだ分かりません、チャンプも松川選手との対戦があって勝ち上がってこその話。まだこの対戦にはシンジとの対戦が待っています。まずは先にアンディ、そしてシンジの対戦です。まあこうしてね、本当に箕輪選手っていうのは気がつけばちゃんとベスト4まで上がってきているという、はい、気がつけばシンジなんていうそういう言い方をするんですが、さあアンディ、そして平面の箕輪シンジ、さあ少しこの静けさが、さあどうしますか、そして追走のアンディ、アンディやっぱり同じタイミングで加速をしていきます。さあスピードが増してくる、飛び込んでいった、ベタベタの断線にそんなところでしょうか。さあそしてスモークの中、アンディも今振り返ってゴールに攻めていく、ウィナーもいい成功を見せるが、アンディがベタベタでベタベタで、アンディどうすると今引っかかった形でしょうか。アンディ攻めていきますが、うわすごい、拍手が起こる、これこれこれ、お客さんが見たいもんね、はい、これですよね、アンディの走りって見たいね、攻めるね、あんなに近寄っていいんですかっていうところまで、この1コーナーものすごかったですね。さあそしてウォール前ぐーっとまた攻め込んでいくんです。これやっぱ3回もチャンピオン取ってるだけのことありますよね。熱く、そして冷静に、そんな感じでしょうか。少しこの出口のところはですね、箕輪慎二も頑張って突き放すようなところがあったのかなというシーン残しましたが、さあ上空からドローンの映像です。どうですかこの、もう当たっちゃうかと思ったけどね。本当ですよね。いやちょっと見入っちゃいますね。というまずはシンジの先行、アンディの追走、入れ替わります。アンディ先行です。さあ勝ち上がればファイナリスト、赤が出ました、赤が出ました。PT？ パイロンタッチへ。アイロンタッチという今ことで情報が上がってきて、スタートやり直し、赤旗レッドフラッグが振られていました。対応したいところです。速攻していきます。さあ1コーナー飛び込み、アンディがスーッと今マシンを、その距離を伸ばしていきながら箕輪慎二、慎二もマシンを近づけるように今
スモークをかわしながらアウトスリップを取って、このボールのところで締めていく。サイドについた、サイドバイサイドの形に持っていく。シッチあとは出口のところ、後半はね、後半良かったよ。後半のはいいですね、シンジいいですね。いや素晴らしい、最高だ。拍手お願いしま す。ありがとうございます。ちょっとシンジが1コーナーやっぱちょっと戻っちゃったかな。じゃあもう一回見れない感じ。見れない可能性高いな。アンドリューが非常にいい走り、シンジが1コーナーちょっと離れたところちょっと戻った感じがあったね。少しこのスモークをサッカー戻ったね。ここですか、うん、カウンターがゼロになったね、うん、この後半は最高だね。ここはもう食らいついてったんだけどね、ここをついていけるんだから非常に ね、すごくトラクションがあるんだよね、やっぱチンジの車。うわぁ、あの距離でついていけるんだよね。ものすごいですね。道コーナーでちょっとなんか路面食っちゃったのがこうクッと戻っちゃったね。そうですね。さあその辺がどういう採点になるんでしょうか。左側にシンジ、右側にアンディです。レッドライン、ジャッジのラインはアンディ、アンディ、うん、3本でレッドラインはアンディの下にムーブしました。この対戦勝ち上がったのはアンディリュー・グレイ、ゲッツ・ザ・ウェイ。また一歩チャンピオンに近づいたアンディ、近づきました。さあ今そのパドックも、うん、もうすでにガッツポーズ、まあね、優勝したかのような、ね、その騒ぎになっています。アンディ勝ち上がる、これはもうあと直接対決しかないね。そうですね、これだから山下君も松川をまず破んなきゃダメだね。そうですね、まずは もちろん松川もそれを止めなきゃいけないけど、はい、和也、まあ、奥井向きの時はですね、奥井向きの時かな、朝腰が痛くてですね、この乗れなかったような、ね、時もあったんですが、マシン乗り物の練習もあったんです。さすが先行追走のチャンピオン山下浩一、やはり松川の回しが速いね。松川速いの。さあチャンプの回し回しが期待だ。うわ迫っていく、迫っていく、パワーを持っているチャンプの回し。さあボールはどうだ、チャンプの回しがワーをサイドに迫っていった。いやいい、山下選手近い近い、素晴らしい。いや最高だ、拍手お願いします。最高だ、松川の先行もいい、チャンプのこの後半の応援もゾクッとしますね。いや、山下選手はわざとちょっと距離を上げて1コーナーからの詰めを狙ってきてるんだね、これね。素晴らしい、少し距離を置いて、ね、ここはちょっと距離あったんだけどね、はい、いた形からですね、この振り返しを同時に振りながら、この後半ウォールの前からは本当に厳しい追い上げですよね。いや、すごい、ビタビタですよ。もう出口はもうそんなシーンが今、さあ乗車が来るぞ。でも乱れずそのまま続けていくっていうのはかっこいいね。かっこいいです ね、なんか男っぽいなっていう感じが今。さすが昭和の男割とみんな昭和だと思うよ。そうですね、うんうん、でも松川のマシンやっぱり週末早いですね。チャンプに引きを取らず1コーナー飛び込んでいったんですが、ちょっとスピードオーバーか接触があって、いやあのね、はい、進入で人に触るぐらい寄るってなかなか勇気いるのよ。
勇気いりますか、ね、はい、攻めてますよね。マツカワの心意気が熱い ね、マツカワのハートも出てる、あのいいあの、ね、戦いだったと思います。はい、いやー、やっぱりここまで来るとどの選手でも熱い熱いそのハートが見えますね。さあ、左側にマツカワ、右側にチャンプです。レッドライン、ジャッジのラインはチャンプ、チャンプ、チャンプ3本のレッドラインがムーブしました。この対戦勝ち上がったのは小市山下、おめでとう、ゲッツザウィン、出ました、直接対決、ガッツポーズ連続のあの上りの皆さんです、さあこれでチャンプが勝ち上がりました。マツカワでも本当にね、この週末はいい走り連発見せてくれました、ありがとうっていうふうに伝えたいですね。マツカワこれで3位が決定ということになりました。広島トヨタチームドゥルーピーとしてはもちろん初めての、はい、表彰台、そしてあのカーボンカップがチームに行くわけですね。これは素晴らしいです